すごい世界で戦って10年で東京ドーム常磐にすると、でもその試合で結果負けちゃったわけじゃないですか、うん、負けっていうのをすぐに受け入れることできたんですか。いやまあ結構もう絶望じゃないですけど、まあ、僕は負けたら引退するっていうのもずっと言い続けてこの10年やってきたんで、で10年間負けなかったんで10年ぶりに負けたんですけど、あ終わったなっていう、こうなんかその格闘家としてじゃなくてもうこの自分の人生が終わったなぐらいの気持ちになりましたね。いやだからそのニュースを見た時にもう本当に無敗で終わるチャンピオンなんてまあいないわけですよ、まあ、ボクシングで言ったらロッキー・マルシアノとメイウェザーぐらいですよね。でチャンピオンでも負けてまたカムバックしてその後また歴史を作っていったチャンピオンたくさんいるから、俺はそれを見ながら、何タケル君もう一回リーグ上がって新たな歴史を作ってよって思ってたんですけど、でもまたなんかやるっていうような話もちょっと聞いたんですけど、そうですね、復帰することに決めましたね。また倒したいやつがいるわけですか。そうですね、まあ、あとは相手もそうなんですけど、僕がこう10年間応援してきてくれてた人たちに、なんか一番最後僕の負けた姿を見て終わるのはちょっと違うかなっていうふうに思って、やっぱあと1回勝つ姿を見せてからでもいいんじゃないかなっていうふうに思って、もう一回やると。そうですね、はい、これはまた入りますよ。お客さん入りますよ。一回ここで倒れて心折れて、そっからまたリングに上がってくるその姿を見たいですよね、うん、僕は本当は天使選手にもう一回リベンジをしたいんですけど、天使選手ボクシングに行っちゃうし、まあ、階級ももともと違って、さらに階級幅ができちゃうんで、まあ、違う形でのリベンジマッチっていうのがちょっと一試合やりたい選手がいて、はい、そこに向けてちょっと頑張ろうかなと。その選手もやっぱ強いの。強いですね。これから、まあ、あと現役やれて本当数試合かなと思うんで、残りの試合本当自分がやりたい試合とやりたいことをもう全部実現させるために、もうフリーの状態でもうさらにこう格闘技界が盛り上がる試合をやるためにもうフリーの状態にさせてもらって。あ、フリーになっちゃうの。なりました、まあ、今までは日本の中でしか試合やってなかったんですけど、ちょっと世界規模の試合をやれたらいいなと思って、はあ、メイウェザーってやる可能性あるちょっとウェイト違うか、さすがに、まあ、ちょっとまだわからないですけど、あら、はあ、メイウェザーはパッキャオあたりですね。いや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 、まだゼロではない。まあ今何でもできる状態にある。じゃあそのキック以外の可能性ってのはもう、まあ、ちょっとは考えてます。でも今一旦そのこの前キックでまだ勝って追われてないんで、うん、はい、もう一試合キックやろうかなと思ってます。楽しみが増えますよね。高さんまたワクワクが増えますね。これでまた来年早ければ4月5月ぐらい、おなんですかね、やれたらいいなと思ってます。おこれさっきまでランジャタイ出てたこんな熱いいましたっけ。全然覚えてない骨太なトーク番組にさすがタケル君って大体この指導者とかいうことは考えてるの、うん、僕結構あんま人に厳しく言えないくて、後輩とかに全然言わないんですよ普段、あんまりだから教えるの得意じゃないのかなっていう。タケル選手ツイッターでこう子供たちがこうスポーツとしてこう夢を持てるようなこう格闘技を作りたいというふうに告げた時あったじゃないですか、はいはい、それっていうのはその指導していくっていう面でじゃなくてですか。じゃなくてやっぱこの業界を変えたいなっていう、その、まあ、今回その K-1 だったりしてまたチャレンジしようっていう決めたのもやっぱ今の格闘技業界をもっともっといい業界にして、そういう子供たちが格闘技業界入ってきた時にもっといい格闘技業界になってたらいいなっていうのがあって、業界を良くする方を頑張りたいなっていう。選手を育てるというよりも、はい、なるほど、憧れで入ってきた人たちがやっぱ最高じゃない格闘技と思える世界の方を作る方に力を入れたい。そうですね、指導じゃないんですってたくさん。でもあれだけこの間お客さんが入ってるっていうことはとにかく熱いうちに次の展開、その次の展開でやってった方がいいよ、うん、本当に変えるって一瞬でやんないと、時間経っちゃうとまたその
熱がこう冷めていっちゃうとまた5年10年かかっちゃうんで、いるのまたこいつ俺の次背負ってくれるなっていうような選手、若い選手がやっぱすごい増えてきてるんで、その中からこれからスターになる選手って多分いくらでもいると思うし、強い選手もすごいたくさんいるし、そういう選手が目立てる舞台を作りたいなっていう、やっぱその団体の垣根をいかに超えていくかっていうことがないと、でもう関係なく一番強いやつ決めようよっていう大会があれば、 そこが一番盛り上がるだろうし、そうですね、まあ、その僕の多分来年の次の試合は本当、まあ、僕の試合だけじゃなくて K1 だったりライジンライズだったり、いろんな団体の選手をが全員出れる大会にしたいなと思うんで、そこでやっぱ、まあ、僕の試合が注目されたとしてもアンダーカードで組まれた試合の中の選手もまたこうそこで輝いて、そこからスターが出てきたら一番嬉しいかなっていう、すっげえワクワクするようなこの試合もう見れんのかよみたいな、そうっすね、でもなんか武尊選手にこれ戦いたい相手さっきいらっしゃると言ってましたね、これここで教えていただくわけにはちょっとまだまだですよね、ですよね、さすがにですよね、だってそうそうさっきランジャタイですよ石橋貴明さんがいるんですけど、あの契約的にまだこう大人の話、あの何も決まってないんで、ああの安易に発言しちゃうという、なるほど、そうですよね、逆に決まらなかったり、そっかそっか、はい、欲しがっちゃった、あのでも決まった時はもうすぐ報告しますね、見たいよね貴さんがもうワクワク顔になってますね、またあの東京ドームクラスのところでやってもらいたいですよね、まあ、そうですね、まあ、僕は次の試合はちょっと明確には言えないですけど、日本じゃなくて世界でっていうようなテーマでやりたいなと思うんで、めちゃくちゃ言ってくれるじゃんヒントもいっぱい出てきましたよ、すごい心配だった、武尊選手高さんの前だからそんな何もかもない東京ドームがなんか目に浮かびますね、まあ、それこそ前回の試合、まあ、アベマさんで放送してもらったんですけど、やっぱ地上波でこうちっちゃい子供からお年寄りの方までみんなに見てもらいたいっていうやっぱ気持ちもあって、前回それが実現できなかったのもあったんで、そこでもできたらいいなっていうふうに思うし、なんすかね、もう本当世界配信じゃないですけどできたらいいなって、誰と戦うのダメですよ、あのタカさんが言うと多分ねどっかで言っちゃうんですよ、ダメですよ、でもなんかなんかやってるんですよ、言わなきゃいけないから、言わないですよこのこと、いやそれで大事な試合がね、もしものことがあったらなんで、まあ、決まったらもうすぐ真っ先にタカさんと、すごいね、見たいね、すごいですよ、そんな夢が膨らむ新たな一歩を踏み出したタケル選手が今一番欲しいものがタイガーの炊飯器、美味しいご飯を自炊して食べたいんだとか、これ超いいやつです、これ高そうだ、ね、これは相当なしっかりしたお値段する、あこれねなんと定価格14万円相当、そんなするの、あ中がこれすごいもん、あ土鍋なってるんだ、いやあの土鍋で炊いたご飯ってめっちゃ美味しいじゃないですか、美味しい、それのクオリティを食べれる、なるほどキラキラしたモンスターですしかし武尊選手これは高さんにあっち向いてほいで勝たなければ点数ことができません、なるほど、朗報です、はい、めちゃくちゃじゃんけん弱いですじゃんけんが弱いです、じゃんけんがマジじゃんけん勝たないとねそうですよ、ただあれだけ早くパンチをかわせるわけですよね、はい、でゾーンに入ると相手のパンチがもうゆっくりに見えるっていうかなり早くそうです確かに行かないとそうですバレますよ多分ね、その前勝たなきゃダメですよ、まず土俵に立てませんちょっとね、はい、首の感じが首が動かないね高級炊飯器をかけ2人が激突、勝つのは K-1 を制した男か、それとも芸能界を制した男か、さあでは高田さんお願いいたします、はい、最初はグーチェック。